はい、こんにちは。栃木の竹志農場です。栃木のね、いちご、栃乙女という品種をね、今日鉢上げしました。で、今竹志農場のいちごは畑で休眠中なんですが、まあこういうふうにね、植木鉢にあげてちょっと暖かいところに置いておけば花が咲くのかなと。まあビニールハウスのように暖かくはないんでね、まあなかなか、一気にこれが育って、花が咲いてイチゴ収穫というわけにいかないんでしょうけどね、まあ今日鉢上げしましたんで、これがどのようにね育ってイチゴになっていくのかっていうのをね、ちょっと記録を取りたいと思いまして鉢上げをしてみました。はい、2023年1月11日ですね。イチのゾロ目、栃乙女の鉢上げの動画でした。ありがとうございました。